11月の20日がですね、僕のお母さんの誕生日でございました。ありがとうございます。63歳。あ、そうなんですか。はい、もう気づけば63でございますね。いや、そうなんだ。はいはい、もうそんな年でございます。うちの母ひろみも30代からのイメージですね、やっぱり。ですよね。うん、はい、多分ビッキーがまだ幼稚園だった頃は20代です。あ、マジだ。はい、そうなんだ。おそらく29とか、まあ、そこら辺じゃないですかね。そうなんだね。はい、そんなね、私の母ひろみの誕生日が11月の20日にございまして、うん、私その翌日なんですけども、ケーキなんて買ってっちゃおうかなと。ほらほら、ね、素敵じゃないですか。まあ、甘いものが好きなのでひろみさんは、じゃあケーキをこしらえて、ちょっと、まあ、ハッピーバースデートゥーユーと歌ってあげようかなと思ってね、ケーキ屋さんに来まして、まあ大事ですよ、ね、言うてもそんなホールのケーキを買ってもね、まあ、そんな人数もまあその時いなかったので、まあ、じゃあということで、カットされてる、はい、はい、そうね、カットされてるケーキってなんていうの、ワンピースっていうの、カットケーキなんていうんですか、なんていうんだろうね、このなんかこういう三角形だったんですね。トムとジェリーに出てくるチーズみたいなケーキですよね。うん、うん、はい、床にへばりついたガムとかを、落とすときに使うのにこう便利そうな形をしているのがケーキですよね。はいはいはい、でそのケーキを買いに行ってそのケーキを、買いに行ったんですけど、まあ、ケーキを、ケーキ屋さんもほんとザ・ケーキ屋さんみたいな感じで、うんうん、昔ながらのケーキ屋さん、そこで現金しか使えないぐらいの昔ながらのケーキ屋さんなんですけど、いろいろある中で、じゃあショートケーキと、ひろみはね、チョコが好きだから、じゃあチョコレートケーキ、なるほど、でまあ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 、なんかちょっとおかわりしたくなった時のために、まあ、ちっちゃめだけどちょっとじゃあレアチーズケーキでも買ってこまうじゃないですか、うん、はい、で3つ買って、でその店員さんにですね、プレートをつけてくると。なるほど、誕生日なんで、うん、はい、だプレートをつけるなんてもう誕生日しかないですから。確かに、はい、そうね、なのでまあ俺もね、そんななかなかプレートなんてつけることないんで、うん、じゃあプレートお願いしますといったところですね、うん、あーみたいな、うん、あ、プレートダメなのかなと思ったら、うん、なんとホール用のプレートしかなかったと。なるほど、でかいやつ、そうでかいプレートしかなかったので、うん、すいません、ちょっとね、地面にへばりついてるガムを落とす時にすごく適した形をしているケーキには、サイズがないんですよ、プレートの、はい、ね、小さめの、何ですかそれせっかく誕生日なのに、いい話なのに。でも分かる、分かるでしょ、このなんつうの、横にして、横にして、そうそう、横にして、横にしてこうやってやるとさ、こうね、ハイブレッドでも取れるやつね。でそのね、ホールサイズのプレートしかないと言われたので、あ、まあでもまあ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 、そのプレートがでっかい分には、うん、まあ乗せてもいいし、うん、横に置いてもいいし、ね、まあまあいいだろう、いいだろうと。でお誕生日おめでとうってもうデフォで書いてあって、はい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 、でそこにお名前入れますかみたいな、うん、まあまあじゃあお名前入れてくださいと、うん、じゃあどうしますか、じゃあまあ、ひろみというんで、じゃあひろみって書いてください、うん、ひらがなでひろみって書いてくださいっつって、うん、あ、はい、かしこまりましたっつって、まあ、対応してくれてたのが女性の店員さんだったんだけど、うん、その奥の、まあ、パティシエが奥にいるわけですよ、うん、シェフが、ね、プレート1枚入りましたっつって、うん、でメモお名前こちらになりますって言って、でその間にこうね、ケーキ持ち歩きどれぐらいですかとか、うん、じゃあいくらになりますみたいな、こうやってるわけですよ、はいはいはい、そしたらですね、割とこう長めの帽子の、あらら、コックさんの長めのこの、うんうん、コック帽、はい、レミの美味しいレストラン、レミの美味しいレストランっていうグストでございますグストみたいな感じの、ね、ハットをかぶった、うん、パティシエの、ね、シェフが、うん、厨房から出てきまして、で手にはプレートを持ってるんですよ、うん、でそこで一言、ヒロミでございますヒロミでございます、サザエでございますじゃなくて、そんなことありますか、ないです、それは間違ってますね、でもね、間違ってますよねこちらでよろしいですかでいいですよね、ヒロミで、ね、200歩ぐらい譲ったけど間違ってるかな、すごいな、俺ね、本当にこんなに爆笑を抑えたことは23
3年度この2023年度なかったでございます。やば、あびっくりしました。やばいね。たけしが真面目な顔でヒロミでございますお前うちのうちのヒロミそんななんかヒロミとか言うんじゃねえよと、まあ、ね、はい、そんな感じでございます。はい、じゃあ行きましょう。やばいな。はい、それでは行きたいと思います。ドラの牛側の空席が満席スタートでーす。めでたいめでたい。この放送はですね、北千住 CM スタジオから1時間の生放送でお届けする、ドラの牛側の、くずぎや満席、提供は清水ランでお届けしてます。よろしくお願いします。YouTube ライブショールームツイキャスで同時生配信をしておりまして、YouTube の方でコメントを、拝見していますので、ぜひご覧になっている方はコメントもよろしくお願いします。ということで皆さんいかがお過ごしですか。もう年のせいですね。そうですね。まだ早いですか。年のせいというよりはブラックライデーですか。あ、ブラックライデー、どこでもかしこでも言ってます僕は、はいはい、でですね、で、あとマットレスも欲しいぞ、はい、まだ買ってないと。で、チャンスが来たんです、はい、なんと、昨日です。昨日です。楽天市場を見たら、楽天市場見ましたら、うん、先行でその国民ですか、国民ですね、のオフィシャルサイトで、はい、先着100名様限定のクーポンが配布されてます。あらららら、らセミダブルもかですか。です、全商品、はい、半額クーポンです。うーわー、買っちゃってる僕は。で、もう買うじゃないですか。絶対買うじゃん、そんなの。ラッキーボーイ、ラッキーボーイみたいな。ラッキーボーイらしい。ラッキーサングラスボーイ。そうそうそう。ラッキーサングラスギャップ青ボーイ。そうですね。で、そのクーポンを入手して、85分前にスタンバイして、よーい、ドンってやったら売っちゃいました。うわー、マジ？すごいね。そんなに世の中は国民を。そうですね。求めてたみたいですね。どういうことなんですか、それは。しかも、よーい、ドン。え、カートに入れてて。入れてた。それを、もう8時になった瞬間に、注文ってやっても、あ、もう売り切れてますっていう風にやったと思う。っていうか、クーポンのその使用の仕方が俺ちょっと分かんなくて、楽天市場自体なんかラクーポンっていうまた別のなんかアプリなのか分かんないけど、はい、それをダウンロードしてないとなんかできないっぽいみたいな感じ。俺はなんかそのカートに出て進んでいけばクーポンを使用しますで、うん、使用できると思うんだけど、サウンドハウス形式ね、うん、あ、そうそう、はい、で、やるとまでできなくて、久しぶりに発表しましたね。はい、いや惜しかったね。やっぱいや半額は悔やまれる。一応枕も一緒に入れたんだけど、うん、それでもね、そっと出すよ。そっとカートから出すよね。あ、そうだね、一旦ね、そうだね、うん、いやきついね。やっぱ100名っているんだね。やっぱ100人一瞬でした。一瞬でした。え、じゃあどうするんですか、そのアマゾンのブラックフライデーですか、次は。いや、もう楽天市場のポイントがちょっとあるので、うん、それをちょっと使って、うん、半分ぐらい使うか、まあ、うん、で買おうかな。なるほどね。いや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 、それはちょっと悔やまれますね。いやー、さだまさし以来でね、さだまさしのライブ以来。ああ、もうそっかね。5分前からチケット電話してたのに、はい、繋がったらもう売り切れましたみたいな。発表しましたね。はい。市川文化会館。そうです。はいはいはい。以上でございます。どうですか、ブラックフライデー。ブラックフライデーね、なんか見てるけど、やっぱりさ、プラグイン見ちゃうよね。未だに。わかります、プラグインって。音楽制作に欠かせない、ものですよ。形にないものですよ。買うんですか？でもちょっと悩んでますね、まだね。やっぱりなんか YouTube とか見てると、なんか面白そうだなこれっていうようなのはいっぱい出てくるじゃないですか。紹介してる人も多いし、多分それ音楽以外のさ、例えばカメラのツールだったりとかさ、そういうのもあると思うんだけど、なんか見てるとやっぱ欲しくなっちゃう。買えばいいんじゃないかな、半額とかだもんね。そうそうそう、すげえ割引率高いですからね。じゃあぜひ買っていただきたいと思います。はい、はい、ということでですね、今日はですね、どうですか、僕はあまり中身のある話はないです。じゃあ上辺で話しましょう。じゃあそうですね、側で話してみましょう。じゃあ今日僕がまあ喋りたいことといえばというところで、まあラインナップちょっとね、行っていきたいと思うんですけども、まあこれを話してる時点で、まあ今日はこんな感じなんだろうなって気づいてほしいんですけど、うんうん、魔法使いっているじゃないですか。いますね、はい、うん、魔法使いってどういうイメージですか。やっぱりそのこの長いハットと黒マント、はい、うん、と杖ですか。杖、うん、まあそうだね。そんで魔法使いの、ま、能力といったら何ですか。能力、カエルに人を変えれる、カエルに変えちゃうみたいな。それ変身させるっていうね。それで何その魔法、そんなポピュラーなのそれ。え、
カエルにはそんな魔法ある？え？あるじゃない。あると思う。人をカエルに変える魔法。カエルになっちゃえ。カエルになっちゃえってやつ。え？本当にそれ？本当にそれでいい？なんかあります？まあ火出したりね、氷出したり、水出したりとかっていうやつ。あ、そして攻撃系？攻撃系ですか？魔法といえば。そういう系？魔法といえばそれなの。じゃないですか？え、あとなんかあります？回復したりとか、元気になったりとか？空を飛ぶでしょ。魔法使いと言ったら空を飛ぶでしょ。いや、それはまたちょっと。それは飛ばない人もいるんじゃない？いや、魔法使いと言ったら、ほうきにまたがり、空を飛ぶでしょ。まあそういう、まあ、あるよね、そういうのはあると思うけど。魔女で言うところの、危機。魔法…危機はそれしかできねえじゃん。だから、唯一できるのが空を飛ぶことなんですよ。だから、最初に覚えることというのは、空を飛ぶことなんですよ。ね。それができて、やっと独り立ちができるという。え、見てないんですか？見てないです。え、魔女の宅急便見てないんですか？見てないですけども。本当に見てないの？見てますけど。見てますよ。何回も。まあまあ見るよね。魔女の宅急便でいうところの空を飛ぶという、うん、まあまあそっか、あの、うん、魔法、はい、僕気づいてしまったんですけど、大きな矛盾に、お、だから、ね、あ、言っていいですか？あ、いい気づき。あれはもう、危機の魔法ではないです。おお。だから、ほうきです。ほうきが自立してるやつです。なるほどね。わかる？ほうきが自立している？そう。だから、危機が魔法で飛んでるんじゃなくて、ほうきっていう魔法道具がもう自立型の魔法道具って。もうそこに備わってるものと。そう。飛ぶ能力がある。飛べるほうきっていうこと。でも最後モップで飛ぶよ。デッキブラシ、デッキブラシで飛ぶね。最後デッキブラシで飛ぶんですよ。あ、そうだっけ。あ、じゃあそう、そこなんですよ。僕もね、もともとその空を飛ぶという能力はほうきが空を飛ぶ乗り物だと思ったんですよ。ではなくて、デッキブラシでも飛べるということは、よく考えてほしいんですけど、空を飛ぶっていうシチュエーションになった時に、まあ機器がね、ほうきがなくなるわけです。ほうきがなくなっちゃうんですよ。なんか練習しててなんか折れちゃうんだよね、うん、で折れちゃって、あ、これじゃもうそれ飛べないって言って、ただ機器の何ですか、あれは愛人ですか、トンボ、愛人トンボが愛人、ね、気球、飛行船からこう落っこちそうになって、もう飛んで助けに行かなければもうトンボが死んでしまうと、ね、だからそれで、空を飛んで助けに行くっていうシーンなんですけど、はい、その時に町の掃除をしてるおじさんの、そのデッキブラシをちょっと貸せと、うん、でそれを貸して、うん、取って、でまたがって、でそんでこうってやると、うん、あのデッキブラシの、後ろのパンってなって、ええ、でみんなもわーってなって、はい、なんかこうみんな今は集中させてあげてみたいな感じで、おせっかいおばさんとかこうなんか今集中させてあげてみたいな、早く開けてあげてみたいな感じで、こう機器の周りがこうだんだん、悟空が海洋拳を使う前みたいな感じになるわけですよ。シュワ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 ってなって、それでこうブワってなったデッキブラシがこうにまたがった機器がだんだんこう浮いていくんですよ。で、空を飛ぶっていうことなんですけど、うん、これよく考えてほしいんですけど、何が浮いてるの？ね、疑問じゃない？じゃあ一つずつ考えてみよう。何が浮いてるの？一つずつ考えてみよう、うん、ほうき、じゃあデッキブラシを持つことによって飛べるのであれば、うん、ね、機器が飛んでるのであれば、デッキブラシはにまたがってはいないというか、持ってるみたいなことになってるってことでしょ、要は。だからデッキブラシには重力があってね、はあ、機器は飛んでるっていう状態がパターン1、はいはいはい、ね、機器だけが飛んでるっていうのがパターン1 ただ持ってるだけみたいな、持ってるだん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 こうなんつうの、あの後ろの方が下がってくる可能性があるっていうのがパターン1、ね、で、パターン2としては、魔法を使うことによって
デッキブラシを浮かしているっていうパターンで、うんうんうん、だとすると、うん、またやばくないですか、痛くないですかっていうか、バランス感覚すごくないですか、すごいよね、あんな細い棒の上に、うん、そうです、乗っかり続けて飛ぶ、前傾姿勢で、前傾姿勢で乗ってるっていう、うん、ね、うん、確かにすごい、上旬ではできないですね、普通に考えて、でも、うん、それってすごく効率が悪いというか、まあまあまあそうだね、もうちょっとサドルとかつけたらいいじゃないですかだって座りやすくね、ね、座りやすい、うん、てか、じゃあ別に車椅子とかで良くないですか、うん、自転車もね、自転車でいい、ね、バイクでいいじゃないですか、うん、浮かすのであれ、そのままね、この体勢で飛んだ方が楽じゃないですか確かにそうですよね、うんうんうん、そうですな、非効率でじゃないですか、うん、ね、うん、だとするとほうきがなくても飛べるのかっていうと、ほうきがないと飛べないじゃないですか、やつらは。でもだからデッキブラシで飛んでるわけでしょ。じゃあデッキブラシだから何かしらにまたがらないと飛べないっていう、細くて長くて毛がついてるものじゃなければ飛べな い細くて長くて毛がついてるもの細くて長くて毛がついてるものだったらいいってことだね。ルールみんなで決めていきましょう、まあまあまあ、でも多分そうだよ ね、普通の棒じゃ飛べないってことじゃない、きっと。じゃあ物干し竿ではダメでしょ、あの毛がついてないからダメってことでしょ、うん、そうだね、はあ、だからあのトイレ掃除で使うモップだったらいいっていうことだよね、うん、あモップとかねとか、うん、でしょ、うん、ってことはやっぱりそれを浮かせてるってことだよね、だから、うんうん、我は浮いていないってことだよね、結局浮いてるものにまたがってるだけでしょうと。だから、うん、魔法使いは空を飛べるんじゃなくて、細くて長くて毛の生えたものを浮かす能力っていうことなんですよ。あ、はい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 、だから魔法使いは空を飛べるんではなくて、うん、浮かせてるところにまたがってるっていうことになるんじゃないですかね。そういうことになりますね。はい、なるほど。だからパターン A の場合は、うん、完全に尾っぽが邪魔になってるというか。そうだよね。だってこう浮いてるとしたらどんどんこう これは何なのっていう話だから、自分が浮いてるとすると、うん、ね。なくてもよくない、なくてもよくないっていう話になってくるからこれがなきゃいけないっていうことは、これが浮いてるって浮かせてる、浮かせているんだから、それに、うんうん、そうそうそう、そうです、こういう話なんですけどどうなんだ、いやでもだからほうきじゃないといけないと思ってたものがモップでできたと。そうなんですよ、だからそこも結構ぐちゃってるんですよ。あ、だから結果そこで言えば、細くて長くて毛がついてるものじゃなくてもいけるんだよ、多分。ただあ、なるほどね。のただ、こう気持ちを入れやすいのが細くて長くて毛がついてるものだっただけで、ってことは機器が浮いてるんじゃない。ならば、その、でもその考えで言うと、サンタさんは浮いてるの、それともトナカイが浮いてるの、それともソリが浮いてるの。全部だな。全部じゃないよ。いや、サンタはだってサンタが浮いてるんだったら別にいらないじゃん、やつら。トナカイはいらないよね。いや、トナカイとだからソリが飛んだら浮いてるんだったから。じゃあサンタ、それサンタさんは浮いてないってことね。浮いてない、だから同じ形式ってことね。だから、キキの上位互換がサンタってことでいいよね。そのだから形式いやそれ絶対また痛いですやん、うん、ね、いや、ソリでいいですやん、うん、ってなったのが後のサンタ。あ、後ごめん、後のじゃない、後にサンタってことですよね。いや、キキが浮いてんじゃね。いや、だってキキが浮いてたら別にいらないもん、邪魔じゃん。だから武空術と一緒で、こうやっていくのかこうやっていくのかで、その、うん、飛ぶイメージがそのしやすいってあるじゃん、その流派によってさ。だとしたら、うん、こうやってそう、これが危機的にはその危機が飛ぶあのイメージがしやすい、イメージしやすい。そう、まあでもだから飛んでるのは危機なのよ。だから飛んでるのは危機で、じゃあほうきは重力があって下に落ちようとしている力があるんだよね、ほうきには。そう、邪魔じゃない。邪魔だけど、それじゃないとこう集中できないんじゃないかな。じゃあサンタさんが浮いてるってことになるけどいい。それは違うんじゃない、それキキとサンタは違うんじゃない。だっていやいや、同じ空を飛ぶもの、同じ空を飛ぶもの。今あなた武空術ってことは Z 選手を出しましたよね。 Z 選手とキキ同じにしてるってことは、サンタさんは魔法使い。いや、サンタさんは
魔法使いではございません。え、なんですか。キキは魔法使いじゃん、うん、サンタさん。え、じゃあ Z 選手は。え、 Z 選手は Z 選手。いや、 Z 選手だって魔法使いじゃないじゃん。ただの格闘家だし。でもだって武空術と今キキを一緒にしたじゃないですか。そこは一緒でいいんじゃない。だから別にそうすると、キキとサンタは一緒になります、うん、上位互換になりますよ、やっぱり。え、なんで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 。同じ空を空を飛ぶものとして。同じ空飛んでないんだよ、多分。僕この空の飛び方に関してね、非常にこう疑問を抱きますね。いや、難しいね。難しいですよね。ちょっと気になりますね、はい、皆さんどう思いますか。いや、物を操ってる。物を操ってる。だとすると、相当またに負担がかかってる。と思うよ。だって自分の重力はずっとかかってるわけだから、うん、そうね、うん、でもさ、足でさ、うん、挟んでない。挟んでるって、あの何、なんかバッテンみたいにして乗る。挟んでるとしてもだよ。挟んでバッテンに挟んでるとしても、挟んでる時と挟んでない時のかかり方って違うの。違くない。違うの。じゃあそれ鉄棒で検証してきてよ。そっか。次のじゃあ来月のCウェーブはあの検証動画を流します。やばいな、それ、はい、今年最後なのに。今年最後なのに、はい、でも確かにそうだね、鉄棒で、そっか、一緒だ。だってかかってる重力は一緒じゃん。一緒だ、一緒だ、うん、だ関係ないんですよ、股にかかる重力。確かに。だから僕は、どっちが浮いてるのかっていうのをすごくちゃんとしていただかないと、こう、見方が変わってしまう。両方じゃダメなの。両方浮いてるっていうか、キキも浮いてるし、3パターン目ね、うんうん、キキも浮いてるし、ゴキも浮いてる。だって両方浮いてるんだったら、ほうきを持ってる必要ないじゃん。機器だけで浮いてる。だからそれはだから力入れやすいというか、空を飛ぶそのなんだ、あのルーティーンというか。Z 選手は何も持ってないのに、ルーティーン。Z 選手は気を何もしたくても寝れるから、その気の達人だから、うん、じゃあサンタは。サンタは空を飛ぶ達人。違う、鹿を操る達人だから。鹿を操る、だ鹿が飛んでるってことでしょ。そういうこと。あれだね、多分あれソリが飛んでんじゃん。鹿は、ね、鹿はどうなってんの。落ちてかないの。鹿は落ちてっちゃうよ、それ。落ちてっちゃうよ。トナカイな。トナカイな。鹿で。どうなってんだろうな。だからトナカイと、だから、あ、トナカイが浮いてて、その、この加速度的に上がっていく力で、ソリが、こう、なんつうの、下に落ちる重力よりも、速いスピードで動いてることによって、そこにサンダが乗れるって考えると、やっぱトナカイが、浮いてるっていうことになると思うんですよ。そういうこと。そうすると止まるとき大変ですよ。だから事故ですよ。もう年末事故が多いな。そうですよ。年末事故多いじゃないですか。いろんなところで。ってことね。ねえ、そんな話なんですけど。トナカイは一緒だね。サンタさんは多分。すいません。僕からしてきた話ですけど、もういいです。もういいです。この話。はい。まだ、あ、もしあのね、この話に決着をつけなかったらすごいね、はい、すごいわ。でもすごく気になりましたね、この話に関しては、うん、いいファンタジーだな。ファンタジーを科学的にこう分析してくる。そうですね、じゃあちょっとシリーズものになってしまうんですけども、はい、ちょっと一つお話ししたいことがございまして、先々月ぐらいの放送かな、はい、僕が駅の中、改札出たところで、うん、女の子がナンパされていて、でそのナンパされてた女の子を助けたっていう、まあ、ざっくり言うとね、うん、助けたっていうお話がありました、ね、うん、で、まあ、その助けた女の子もが可愛かったし、まあ、かといっても本当になんつうの、こう滞在時間本当1分もないぐらいの感じで、まあ、ありがとうございますって言われて、気をつけてくださいって言っても、それ以降会ってないし、ただあの女の子、俺のこと多分絶対好きになってただろう。そうね、そうだと思うよ。絶対好きになってただろう。気になっちゃって。って思って、こうなんかやっぱり街でね、そういうことがあったらやっぱ積極的にやっていこうと。お。助けていこうと。うん。おお、いいじゃん。女の子助けていこうと思って。お、女だけ。女だけ。女性だけなの？はい。まあそのまあまあいいでしょ。うん、男、子供、年寄りはもう助けません。なるほど。あら、確かに。いや、助けよう。で、この間ですね、電車乗ってまして、うん、とんでもない、とんでもないこと、とんでもないシチュエーションに僕は遭遇しました。まだまだ。
これ皆さんだったら、あ、ごめん、このね話はねもうはっきり言ってあまりオチがないんですよ、うんうん、もうどっちかというと皆さんだったらどうするかって、この、 あの Q&A です、これに関しては、はい、はあ、満員の電車の中、はい、満員といっても乗車率 70% ぐらいのイメージです、はい、まあ、はあはあはあ、座席は全部埋まってて、うん、通路も通るんだったらちょっと人の肩を、人にこう肩を入れながら進まなければいけないぐらい、すいませんって言いながら行く感じね。だから椅子に座ってたら向こうの対面してる人の椅子の肩は見えないっていう感じだから、目の前に絶対人は絶対いるよみたいな感じですよね。で僕座ってました、電車で言うと電車端っこのドアを入ると端っこに3列の、あ、3人掛けの椅子あるじゃないですか。え、これ電車によって違うから分かんないか。なんか電車がこういうふうにあったとしたら、うん、入るとこって多分3箇所ぐらいあるわけですよ、うんね、うん、で、真ん中ってのはまあまあまあ真ん中なんだけど、うん、その端っこの扉を入るとこう連結部分のはいはいはい、にある座席、うん、あの優先席がある、優先席みたいなとこ、優先席って大体 3,、はいはい、3人だね、3人掛けじゃん、うんうんうん、そう、はいはい、あれの優先席になってない時のバージョンあるじゃん、はい、あるあるある、はい、逆側ね、そうそうそう、うん、であれそこに乗ってました僕、うん、その乗ってたので、だから車両の割とこう端っこに乗ってまして、そうすると連結側、あ、だからちょうどこういう感じで、電車に座ってるとすると、こっちが連結側で、うん、こっちにすごい広いスペースがあるようなイメージなんですけど、うん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 、そんでまずこの連結部分の扉がザンって開くんですよ、はい、うん、で入ってきた男がのいでたちが、うん、下はカーキ色のちょっと、ワイドめなズボン、まさに今ヒカルが履いてるような、うん、俺かなって思った、うん、上は上がタンクトップやばいなタンクトップ、はい、タンクトップで、うん、タンクトップで、はい、後ろが、うん、背中がビリビリに破けてるどう戦ってきたの、身長が185以上ある、はあ、すごいね、いや絶対っ戦った向こうの車両から戦ってきてしょ、で絶対割と、うん、そういう丸眼鏡じゃなくて、うん、なんていうのこのサイバー系というか、はいはい、細い系の眼鏡、うんうん、知的みたいな、で、うん、オールバック、おい皆さん頭の中で想像できました、カーキ色のワイドパンツに白のタンクトップ、背中がビリビリに破けてて、オールバックのサイバー系の185以上の大男入ってきました。怖いのはそれじゃないです、手に持っていた虫かごに入っているオオスズメバチ3匹ガンガンガンブンブンブン、おい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 と、それかそれなの、戦ってきたのはそれなのかな、やばっ、ふざけるなと、ちょっと、しかも虫かごがこれぐらいのね、ちょうど俺がヒロミに買ってったショートケーキの箱ぐらいのケーキが2個入るぐらいの、ね、あるあるある、うん、虫かご、俺本当にあんなでかい蜂見たことないってぐらい、うん、でかいオオスズメバチ3匹カゴ、持ち方がこうなんですよこう、わかります、これ海の男、うん、漁師さんたちが食べるご飯、茶碗の持ち方ってこう揺れた時にこぼさないように親指が下で、人差し指が上で、茶碗をこういう感じでこう持つわけです。親指が下で、その他が上で、これでこういうふうに食べるみたいなんですけど、それの逆で持ってました。まあ、普通に普通に持ってました。ね、はい、
からなんですよ。やばいな。それだけでも大騒ぎ。それだけでも大騒ぎなんですけど、うん、人間ってああこうなるんだって思ったのはもうびっくりすぎるともう声も出ないというか、うん、何もできなくなるんですよ、うん、そしてもうみんなあの絡んでくるな絡んでくるなっていう俺に絡むんじゃないぞっていうオーラをみんな出してみんな下向いて携帯見て見てないですよ僕はって、もうすっごい近い距離でみんなスマホ見始めるわけですよ。でしたらでしたら、はい、でしたらですよ、はいはいはい、したらですねその男がゆっくりこういや怖みんなをこう舐め回して見てるわけですよ。怖えな。で俺も見られてるの分かった、うん、俺も、もう怖すぎてもうその男が怖いですよ蜂がいやもうこれ怖いから本当に蜂が、うん、でこんなさもう一瞬でいろんなストーリーを想像したわけ、うん、パカッてやられたらもう終わりじゃん。まあそうやね、まあね、テロじゃんそんなの、うん、うわうわうわどうしようどうしようと思ってもう今すぐに逃げて別の車両行ってパシャってやってもう閉めてもう俺だけ助ければいいやっていう人生もありだなって思ったぐらいちょっと頭の中でいろんな最悪なパターンを考えシミュレーションしたんですよ。ただもう時間は刻々とこう過ぎ去っていってその蜂野郎が蜂もう大スズメバチブンブン言わせながらね客をこう見てゆっゆっくりゆっくり進んでいくわけですよ。で、僕の前を通過していくわけです、うん、うーわよかったと思っていや、でよくないよくないと思って、まね、真ん中とかでパカッてされたらもうそれはもうこんなことはもう乗るぞ明日の新聞にと思っていよいよだなと思ってもうその動向をですよその八男の動向ね、行動をね、うん、もうみんなでこう見てるみんなで見てるわけですよ、うん、横目で、うん、そしたらですねちょうど真ん中ぐらいに差し掛かった時に女子高生が座ってたんですよ、うん座席に、うん、そしたらその女子高生の前がたまたま空いてたの、うん、そのこうつり革でいうとこのポジション、うんうんうん、そこにピットインしましたよ蜂野郎が、ね、この状態ですこの蜂を持った状態で、うん、この状態ですよ、うんね、もう一回言いますけど、うんカーキ色のパンツがタンクトップで背中ビリビリでサイバー系のメガネのオールバックの185以上の大男が大スズメバチを3匹虫かごに入れた状態で目の前に立つわけですよ、うん、こんな恐怖ないじゃないですか。そうだね、女子高生も完全に怯えてるわけですよ。そしたらですよ次の瞬間女子高生に向かって大男がこれね取ってきたんだよもうみんなゾゾ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 大変だったんだよこれ取るのすごい大変だったんだよ。いやダメだダメだろ。でもねでもねこのオオスズメバチはねこっちが危害を与えなければすごくおとなしい性格をしているんだよ、うん、そんなことない。しゃべり方はそういう感じだったの。で、本当にで、うん、もうあ、ただだから、うん、取ってき取大勢の人を取ってくる過程で多分背中がビリビリになったんだろうなって、うん、みんなが察したんだけど、うん、で結構もうこれぐらいの人でこうやって見せるわけですよ。これ見てごらん。これ見てごらん。ほら無理だわ。女子高生もなんかもうなんかブルブル震えてるわけですよ。そうなるわな。え、うん、おい菊池と、うん、お前は女の子助けるって約束したじゃないかと。おちょっと前の自分と2、3ヶ月前の行けと行け菊池へと、うん、行ったれと思って、うん、一回席を席立って、うん覗いて、うん、もうやっぱやっちゃったちょっとそうだちょっと無理かも本当に怖いと思って、うん、はっていうかこう見たわけですよ。見てこれ助けたところで逃げ場ないよ、うん、だって電車走ってるし、うん、でまだ止まる気配もないし、うん、うわどうしようと思って。でも本当にこれ以上なんか開ける素振りとか見せたらこれはマジで本当にやばいと思って、なんていうんですか、ちょっとあの
座る深く腰掛けるというよりは浅くそして角度をつけて座っているという状況で俺はいつでもいけるぞというのを周りにもこうし示してね。そしたらそのあらかた説明が終わってそのスズメ大スズメバチ男はあの気が済んだんでしょうね。またつかつかつかと。なるほど、次の車両へ次の車両へ行くんですよ。うわよかったと思って、うん、いやよかったよかったと思ってもうみんなもう全員が安堵、うん、うわよかったと思って、で女の子ももう本当にこうなっちゃってるんだけど、あよかった本当に何もされなくてよかったみたいな感じなんですよ。でそしたら戻ってくるんですよ。まあね、向こう何です何ですか、向こうまで行ってまた多分、ね、やってんのその紹介を、ね、スズメバチの紹介大変だったんだよ、うん、大変だったんだよっつって、でスズメバチの生態の説明とかもし始めてるわけでそれ戻ってきて、うん、でその真ん中の女の子もう通過していよいよ俺の目の前に来るわけですよ、うん、来た来たね。そしたら僕その3列3席3シートって言ったじゃないですか。僕の横子供連れのお母さんが座ってたんですよ、うんうん、そしたらその大男がつかつかつかってきて俺の目の前で止まってその子供にこれね取ってきたの大変だったんだよでまたプレゼンテーションここで始めますよ。俺のここで俺のここですよここブンブンバチバチブンブンバチ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 どうしたらいいんですかこういう時通報でしょうね。駅員さんに、まあ普通にね。いやもう結果、俺は何もできなかった。うん、まさかだもんね。そのナイフを持ってるとまた別のなんかシチュエーションじゃん。そう。その危機開会じゃなくて変な。うんうんうん、えそんなシチュエーションあるみたいな。やば。でその子供ってすげえなと思ったのは、わーって言ってんの。うん。子供は、うん、ほんとちっちゃいから、うん、なんかわーすごいみたいな、うん、虫だみたいな、お母さんドン引きで、まあそうだね、あの、なんつうのやめなさいじゃなくて見ちゃダメだよっつって声を出すサイレントしかにサイレントやめなさい、初めて俺見たの声一個も出た怖いもんだって、そんなすごいな、いるんだね、いるんですよ皆さん、総武線乗るときは強制で当然なんだ総武線で会ったことねえな、そんな人に。いや、マジで、なんでこんなにさ、うん、電車で変な人なんだろう。俺でも、この人本当にもうベストオブ、ベストオブデンジャラス男マジでいやー、怖かったですわ。すごいね、なかなかないよね、そういうすごい人ってね。いや本当に来た更新しなかったですけども、皆さんだったらどうしますかという話でした。それでいいんですか、どうなんですか。いやダメでしょ、アウトでしょそんなの。だってもう電車内で銃刀法違反だよね。そうだねほぼほぼ、うん、あーまあね、確かにスズメ、いやいや怖かったマジで。さあということで、じゃあコーナーか動画か。動画にしますか。動画にしましょうか。じゃ あコーナーにしますか。コーナーにしましょうか。コーナーにしましょう、はいはい、動画じゃあコーナーの後で。あ、やるんですか、両方やるんですか。やります。あ、はい、じゃあコーナーじゃなくて動画からいきましょうどっちだ、どっちも今井上さんがバタバタしちゃうからどっちだどっちだ。コーナーです、コーナーいきましょうじゃあビッキーさん、いつものやつお願いします。11月22日いい夫婦の日、僕にはまだちょっと夫婦ってもんは分かりませんが、未来のために日頃の小さな感謝と喧嘩した時のごめんねをここで予習復習させてください。気持ちばかりでございますが、コンビニで買えるもの、そしてねぎらいと謝罪の言葉を添える旦那選手権、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ長いな言えた長い ね、ということで、なんか感謝とまあ、喧嘩した時のごめんねをそのコンビニの品物でこう、うん、感謝の言葉です。だから感謝の一品とごめんねの一品ってことですね。はい、わかりました。どちらいく、感謝からいきましょう。感謝から、
いつも、ご飯作ってくれてやると、もう僕は君の、そんな可愛いところが好きです。でも、もっともっと好きになりたいんで、なんだこれ嘘でしょ。みちょビューティータイムザクロ&アールグレイ買ってきたからさ、内側からも綺麗になったよ。はい、な、そんなんだね。静かだな、なんか静かだな。いつも俺を支えてくれてありがとう、うん、一緒にとろける杏仁豆腐食べようよ、うん、いいと思いますよ。ええ、いいじゃないですか。なんだっけ、感謝ですね、はい。いつも支えてくれてありがとう。いやいや、俺言ったから。ごめん。いや、俺も言わせて。ごめん。いつも支えてくれて。ごめん。これからも。ダメ、部分は失格。これからも。はい、すいません。これからもよろしくね。なんで僕言わせるんですか。なんで僕言わせるんですか。次はですね、まあ、喧嘩しちゃった時ね、ちょっとまあ、ね、仲直りの、第一歩としてね、まあ、ごめんねを言いたいと思います。今僕たちはこのドーナツのように真ん中がぽっかり空いてると思うんだよ。でもさ、これを二人で食べてさ、その真ん中埋めよう。ごめんね。クラウンリングチョコ。そうなんだ。あ、商品名も言う感じだったっけ。分かんない。それではですね、いや本当に俺が悪かったよ。もう昨日からずっと言い合ってるけどさ、深夜12時になったら俺謝るって決めてたから、ごめん。半分こしよっか。あ、キットカットね。あ、いいっすね。じゃあいいですか、いきますね、ごめん、謝罪ですね、はい。さっきはごめん。でも、もうなんか仲良くしたいからさ、美味しそうなやつ買ってきたからさ、一緒に食べようよ。一緒に食べよう。ごめんね。びっくりするよ、引いてるんだけど大丈夫かな。じゃあ、ということでですね、はい、これはこのマジでビッキーの ビッキーの感謝と謝罪が良かったか、翔くんの、感謝と謝罪が良かったか、それともヒカルくんの、感謝と謝罪が良かったか、この曲を聴いている間に、投票受付というようになります。それではお聴きください、どうぞ。
毎週金曜日8時に、いつも公開しているドナロンカバーより、フレンズ、レベカのフレンズですね、はい、お聞きいただきました。さあということでじゃあ、会場表いきましょうかね、ビッキーが良かったと思う人、あ、うわーやばい、これ翔くんが良かったと思う人、はい、ヒカルくんは来てますよコメントで、あーなんと菊池に一票貼ってます、え、はい、届ける犯人1票入ってます、うそ、菊池の勝利、ありがとうございます。ちなみに僕もね、こちら、あの入ってました候補に、あ、俺もね入ってました、入ってましたね、はい、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、はい、はい、ということでじゃあ後ほどプレゼントさせていただきます、はい、じゃあ動画どうぞ、はい、どうぞどうぞ切り替えが早い、副音声付き、はい、あ、いや、喋ります、はい、今準備してますから、はい、ビッキー体育北千住ダンボール6、今回はですねちょっとプリンを食べに行こうと思って調べてプリンアラモードがあったんですけど、まあ行ったところちょっとなかったんです、まあ、でもそう、僕が行ったのは、北千住にある甘味堂というところですね、まあ歩いて7分ぐらいですか、西口出て、メイン通りを歩いて行って宿場町通りっていうのかな、まあ、なんか丸井とかのある方の宿場町通りですね、はいはい、ここをまっすぐ行って、あ、途中ですね、なんか丸ギリタピザがあってですね、で今この左のね奥のお父さんがいるところがその甘味堂さんなんですけど、はいはい、お父さんと奥さんがちょっとこうわちゃわちゃしてるのを俺は横目でこう観察しながら、どうするの、入るの入らないのみたいな形で、今伺ってるところですね、でですね、これここです、この甘味堂さんですね、これの、あ、で今ハスSD コーヒーの、これ前回全然毎回 SD コーヒーのハス向かいですね、あらでですね、プリンアラモードがなかったのでショコラテリーヌバリナアイス添えと、だっけグレープフルーツジュースを買いまして、この美味しそうだな、コーヒーセットでデザートセットがちょうど多分1000円ちょっとぐらいでね、買えます、食べれます、うん、で僕今回ですね店員さんに、食べてるとこ動画たあの撮っていいですかっていうこと、うん、一言言ったらですね、うん、喉が閉まっててですね、え、何ですかみたいな喉が閉まりすぎて声出てなかったらしくて、え、何ですかみたいなそうそう聞かれたらですね、いいですかっつって、それもあってですね、で最初はサングラスかけてなくて、聞いて、でおもむろにその GoPro セットしてサングラスをしたもんだから周りのお客さんからすごく見られてですね、あいつなんだと、あいつ YouTuber なんだとでこの時もう僕汗びしゃびしゃでねびしゃびしゃにながらショコラテリーヌ、バニラアイスドレを、それを食べております、美味しそう、これがですねめちゃんこですね、濃厚なんですね、濃厚でございます、まあ1000円、まあケーキ自体は、500円で、セットで、まあ、1000円ちょっとで、食べれます、他にねランチとか普通に、ご飯もあったり、夜はバーも併設してあって、デザートがあれじゃないお酒も飲めたりする、小粋な、カフェですね、はい、まあ、そんな感じなのかな、まあ、あと食べるだけですね、あとはなんかちょっとこうなんか食べる動画撮るんだけど何していいかちょっとあんま分からなくて、とりあえずまあ15分くらい回してですね、一生懸命濃厚だし、あのなんかさっと食べれないし、うん、そうそう、ずっと僕はもうあの YouTube を見ながらですね一応こう撮り続けるという感じでございます、ここはですね西口、北千住西口にある、はい、7分ぐらいですね、歩いて7分ぐらいの甘味堂さんで、ございまあ、そこですね、このちょうどハス向かいが SD コーヒー、 SD コーヒーさんのハスの2階でこのウッド町の2階でございました、よかったら行ってみてください、あ、つっ、はい、つってますか、つってか、なんか画面につってるの、続くだよね、あ、続く、あ、続く、ちょっと長かったですね、ありがとうございます、なんかビッキーさん の動画編集能力がちょっとずつ上がってきてますね、やることがちょっと増えてきてますね、うん、素晴らしい、はいはいはい、ぜひ皆さん行ってみて、美味しそうだったな、あのビッキーの動画は全部あの北千住にまつわるものだったって知らなかったんですか、知らなかったです、え、本当にあの勝手にあの好きにやってんだな好きなとこ行ってんだなと思ったので、ね、ちゃんと北千住でしたね、
じゃあ皆さんちょっとね、まあ、残り時間を活用してね、はい、あのこの CM 知ってますかっていう出ました一個ご紹介したいんですけども、はい、MSAD って知ってますか。はい、知ってますよ。え、知ってんの。うん、なんで、なんで。え、 CM よくやってるじゃないですか。うん、分かんない何の CM。 MSAD、保険保険っすよね。よく知ってますね。知ってますか。聞いたことある。MSNAD ってやつ、うん、あるんですけど、これこの CM 見てるってことだよね。見たことはある。見たことあるでしょ、うんうん、え、なんでじゃあこのトークしようと思わないの逆に。え、逆に。いや俺そこ今言われて、おそれ知ってんなっていうぐらいの感じだったからね。もう、え、こ怖くないこの CM。 いや、あのね、ごめん、多分内容までは覚えてない。でもそのロゴとその音楽っていうかはもう結構耳に残っているので、この CM 恐怖なんですよ。マジホラーなんですよ。ぜひあのネットでも見れるんでぜひ見てほしいんですけど、これね、そうだね、子供とちっちゃい子供と可愛らしい女の子の子供と桐谷美玲さんが、はいはい、うん、2人でこう出演してる CM なんですよ、うんうん、で海辺、すっごい綺麗な海バックに浜辺に2人立ってるわけですよ、うん、ね、でちっちゃい女の子の方が、あの、どうも未来から来た未来と言いますみたいなっていう、うーん、すっげえいっぱい流れてる。あ、なんだっけそれ、なんかで、うん、もうこっから怖いんだけど、もうちっちゃいめっちゃ可愛い女の子が未来から来た未来と言います、うん、って、うん、キリタに未来に言ってんだけど、うん、聞いたり見れ、仕方なんだよね。まず、いや、そんなことないっしょ。で、CM だよね。続くんですよ。で、そんで、ね、海岸というか、砂浜に2人で座って、ちっちゃい未来ちゃんが、うん、お話がありますって言うの。で、お話がありますって言って、そこから、まあ、テロップがちょっとこう出てきて、あのナレーションになるんですけど、病気を早く見つける。病気になったら支える、うん、ずっとずっとあなたを支えるっていうナレーションが入って、うん、え、それが MSA ケアって言うんですよ、うん、でそしたらまた場面が海に戻ってきて、桐谷美玲がここで初めて口を開きます。え、保険の話って言うんですよ。そしたら子供の未来ちゃんが満面の笑みではいって言うのその時のはいって言った子供の顔を見た桐谷美玲の顔がドン引きです。見てください皆さん、恐怖ですこの CM。 どっちやろうな、皆さんもいっぱいあるな。知ってる？聞いたことある。見、皆さん、そう、俺もね、これね、今映像が出てたんだけど、見たことあるような気がするんだけど記憶にそんなに残ってないんだよね。で、うん、俺は正直この CM を初めて見たときに、一番最初のシーンのどうも未来から来た未来ですって言ったときにね、桐谷美玲がシカトするんだけど、そのときにいやいやいや美玲ちゃんちょっと待ってくださいと、こんなに可愛い女の子が自己紹介してるのにシカトはないでしょと、うん、ね、思ったんです。ただ最後まで見るとそこでシカトしてて正解だったと。保険の勧誘だったと。だからこれはね、遠回しにね、そうそうそう、勧誘は仕方しろと。保険会社が自ら いきなりね、いきなりピンポーンと来て、うんうん、どうもっつって、うん、未来ですって言っても、うん、仕方が一番いいですよと、そういうのね、遠回しに教えてくれてる。うわ、それどうなんだろうな、ね、それな。そういうね、なんかもうダブルミーニングな、うん、とってもなんかね、深い怖い CM なので皆さんぜひ見てください。そんな意味が MSAD、うん、MSAD、はい、未来から来た未来 CM とかで調べるとすぐ出てきます。そうね、うん、はい、恐怖です本当恐怖でございます、まあ、あと何ですかね、これ本当に、うん、ちょっと本当に大したことない話させてもらっていいですか。はい、だから今回もっていうか、基本こう放送している側じゃないですか、うんうん、CWAVE ね、うん、なのでコメント読む側じゃないですか。はいはいはい、ね、うん、なので、うん、カオリンからコメントいただきましたよ、うん、
ショコラテリーヌ美味しそうとか、うん、ありがとう、ね、こういう風に声と言うじゃないですか、うん、で、うん、人生経験上逆の立場ってあんまないんですよ。コメントする側ってそうなくある、あんまないかもね。誰かの YouTube ライブとか配信ライブとか見てコメントするってことなくない？まあそうだね、まあ、本当に仲間内だよ。例えばショーとかさ、サキちゃんとかさ、はいはいはい、まあ、やったけど、まあ、それ害はあんまないかもしれないね。そうだね。俺あの世界経済、アメリカ経済とか、はい、金融の勉強みたいな、うん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 、別に勉強したわけじゃないんだけど、うん、そういう話を聞くのが好きなの、うん、でその世界情勢、世界の今金融がどうなってますよみたいな説明をすごくうまくしてくれる人がいて、でいろんな YouTuber がやってるんだけど、うん、でもなんか今 YouTube ってやっぱ広告というか案件のバイアスがあるから、うん、なんか偏ってたりとか、うん、なんかこうなんつうのかな、こうフラットな情報がなかなかこう難しいんですよ、うん、そういうのって。だから割と俺はそのフラットな感じで、でもなおかつ自分の自己分析も含めて、解説してくれている人がいるんですけど、うん、それが、楽天ウォレットの松田さんっていう方なんですよ。楽天ウォレットの松田さんって、楽天の、楽天の楽天証券ってあるじゃないですか、うん、楽天証券の、まあ、一部の中の人で、うん、まあ、いろんなその金融のお話をしてくれる人なんですけど、俺この人の話がすごい好きなの、うん、で何で好きかっていうと、この楽天ウォレットっていうそのネットのウォレットね、うん、その楽天のウォレットの解説をしてくれてるんだけど、うん、そのこのね松田さんっていう方の声がもうドラえもんなんですよもう楽天のドラえもんなんですよ。あのこれもねぜひ皆さん後で見てほしいんですけども、で唯一そのね、金融系の YouTube 配信をしてる人の中で、まあ、俺が見てる人の中なんだけど、うん、唯一この、なんつうの、まあ、楽天がバックにいるからなんだろうけど、この動画にコメントできませんっていう、コメントを閉ざしてるわけよ、うんうんね、うんうん、だからなんか変なコメントとかアンチコメントとかも別にないのね、うん、でただ、YouTube ライブやりますと、なんかね、月に1回とか2ヶ月に1回で YouTube ライブやるんですよ、うん、はい、俺それね、1時間、いつもは10分ぐらいの動画なんだけど1時間やるんですよ、うん、1時間たっぷりお話をしてくれて、それ聞いて、あ、なるほどなって思いつつ、でその番組の最後に、Q&A みたいな感じでそのコメントで質問すると、うん、答えてくれるっていうのがあるんで、うん、俺ちょっとあの裏垢で行って、うん、裏垢で、ね、うん、その松田さんにコメントするわけですよ、うん、まあ、これからね、こうなると僕は思ってるんですけど、これってどうなんですかみたいなこう、ね、質問したら、あ、それに関してなんですけど、まあまあ、まさに言ってる通りその通りだと思いますよみたいなことで結構コメントを返してくれて、うん、でそんで、うわめっちゃ嬉しいと思って、うん、俺コメントめっちゃいるからさ他にもコメント、そうだよね、だ俺のコメント読んでくれたってめっちゃハッピーハッピーになって、うん、でそんでそのハッピーハッピーになって、最後にね番組が終わるときに、いつも動画、楽しく拝見します、これからも応援します、ポチって押して、そんでそれも読んでくれてさ、松田さんが、うん、あ、ありがとうございますみたいな、もうそれがもうね、楽天ウォレットの松田さんってもう完全なデブなただのおっさんなんだけど僕は今恋してますすげえ、ディスってんのかなとか、よくわかんない、最後な、嬉しいですね、コメント読んでいただいて、はい、ありがとうございます、楽天ウォレットの松田さん、はい、ぜひ、この番組もね、ゲストに来てくれると、嬉しいでございます。ということでですね、もうね、来月12月でね、この空席以外満席も、今年残すところあと1回ということなんですけども、来月はですね、12月27日、はい、またこちらでね、19時から、放送したいと思います。15分前から会場に入れてきますので、ぜひ皆さん遊びに来てください、はい、で、ライブの方はですね、僕が9日に、弾き語りのライブがございます。そしてバンドとしては、年末の3日のマグカルがありますので、日本大通りの3日の、アコースティック無料のライブがありますので、ぜひ遊びに来てください。そして年末の大晦日のカウントダウンライブも、はい、時間早めで設定しているということで、はい、皆さんぜひ遊びに来てくださいということですね。はい、ということで、11月も終わったので残すのがあと1回、気合い入れて、よーしょー、来月はあれですか、もう CM でお酒飲んじゃいましょうか、忘年会ということでね、いいんですか、いいんですかということで、お相手は菊池翔とリッキーとミラキョウでした。来月もお待ちしてます。それではさようなら。